こんにちは、マサです。金価格は最近続落しているんですけど、昨日は1950ドル付近まで落ちました。一方で、円安も進んでますから、円建て金価格はそこまでは下がってません。9640円ぐらいです。なんで最近続落しているかというと、理由は2個あります。一つは、前回言ったように、 アメリカ経済が底堅いことです。徐々に悪くはなっているんですけど、インフレが急激に下がるくらい悪くなっていないんです。FRB は物価目標を2%に置いているんですけど、まだまだ全然届いていないんです。5%ちょっとあるわけです。物価というのは ある程度景気が悪くならないと下がっていかないわけです。ですから FRB としては本音を言うとあともうちょっと金利を上げて景気を抑制したいんだと思います。ローガン総裁は FOMC で投票権持ってるんですけど昨日こんなことを言ってました。6月の FOMC で 利上げを停止する論拠はまだ明確になっていないと。今月の FOMC では利上げを停止するかもしれないと示唆をしたんですけど、まだまだわからないぜって言ってるわけです。こういう発言があると金利の折り込み状況が変わってくるんです。もちろん経済指標によっても折り込み状況は変わってきます。 現在は6月の FOMC で利上げしないが64.4%利上げするが35.6%です1週間前は利上げしないが89.3%だったんですけどだん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 下がってきてるんです来月は利上げしないと思いますけどだん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  利上げしないの織り込み状況が落ちてきてるんです。それでアメリカ国債の利回りが上がってきてそしてドル高になって金が売られてきたわけです。二つ目はアメリカの債務上限問題です。これがどうやら解決しそうなんです。民主党は無条件で債務の上限を上げろって言ってるんですけど共和党は 上限を上げるなら支出を削減しろって言ってきたんですけど昨日マッカーシー員議長が合意の落としどころが視野に入ったって言ったんですそれで金価格が落ちてきたっていうこともありますしかしさっきも言ったようにあともうちょっとで139円っていう円安にもなってますから 円建て金価格はそこまでは下がってません。世界で見ると、この下がったタイミングで、現物需要が盛り上がってくるんじゃないかなと思います。シンガポール中銀もたくさん買ってくるかもしれませんね。では、以上です。ご視聴ありがとうございました。